さてと。いうわけで、両面宿儺ですね。あんまり詳しいことは知らないんですけど、両面宿儺っつうのは、岐阜にゆかりのある会だそうで、伝承みたいなのがあるんじゃなかったっけ。よく山の毛と勘違いします。あれどっちだったっけって。全然違うものなんですけどもね。さてじゃあやっていきたいと思います。天宗滅。なんかエロいな。ファラオの呪い。ああ、ツタンカーメンな。まあ有名ですよね。ピラミッドじゃない。そもそもピラミッドはお墓じゃない。ああ。なんか暇にならないようになんか作らせてたみたいな話は聞いたことあって、どうなんだろう。ツタンカーメン。特には、おお。教訓。触らないでください。サキちゃん、永遠の命の象徴。まあそういう思想、魂か。復活する場所は、まあ魂の概念っすよね。永遠の命とか、まあいろんなゲームで見る、ゲームだけじゃないよな、永遠のテーマっつうか。両面宿儺。特捜。そうだよな、この部屋に4人、お客さんなんかも来ちゃったらもうっていう。なんだこれ、最終話なのかな。岐阜にゆかりのあるもん出してきたってこと。G 県だったな、ここは。なんかでもまあ、お家に招いて料理を振る舞ったりはしてるみたいだから。でもマサさんはマサさんで気にかけてるみたいだったかな、前回の事件とかで。まあ、多分ね、女子社員の間では、っていう。おお、引いてるじゃねえかよ、田中さん。誰だ。実際本部長が、あ、でも直接は来ないか。さすがにご対面系はないだろうな。なんかそういう会あるよな。あっちからは開けられなくて、知人とかの声真似をして開けたら殺されるみたい。直接赴いてこなそうなやつだな、こいつも。確かに自分で金髪の王子様って言えねえよな。私だって感じ。最近よく出てきますね。
俺の脳内で、CV 森川俊之さんで再生されてます。飛騨山脈。飛騨からくり屋敷。あれ飛田なんだ。飛田新地って、まあいいや、わかんねえ。まあ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 。まあそうだな。わかりやすい権力の。まあ、得策ではねえよ。本部長。まあ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 。職務の範疇。両面スクナ。名がちょっとあれですよね。なかなか出てこないですよね。宿はまあ、これは俺もちょっと聞いておきたいな。詳しくは知らないんですよね。両面宿儺って何？即身仏かなんかなんか。神話の異形か。そうなんか。本領発揮。かなりでかい話になってるな。異物。重要人物。誰？ついで。まあ、興味は。ね。絶対あるだろうから。そこなんすよ、そこ。頭が二つあるミイラ。水明さんとか出てこないか。出てこないか。悪い人はなんか分野的にはいてもおかしくないかもしれないから、飛騨山脈。足、翼、飛行機、レッドブル。授けてくれる？自家用ジェット。あ、ジェットじゃないか、さすがに。さすがにか。ヘリコプター。男のロマン。実用性。あははは。すごい、あれだな。らしいこと言ってるわ。言いそうなこと言ってる。ああ。なんか、波長は合うんだろうな。ノリは違え。男の子だよな、やっぱこういうとこ。俺高所恐怖症だから結構高いとこ無理なんだよな。遭難者。ああ、そうなんだ。自殺。うわー。あ、樹海は有名だよな。猿神。エンジン。へえ。一番有名なのが。ああ、そうなんだ。
ミマサカの国。ミマサカって読むんだ、あれで。うん。よっぽど。あー。お、ヤマタノオロチとか、そういう系の。まあ、こういう系の話に出てくるやつはね、だいたい酒と女みたいな。漁師、僧侶、ああ、犬、連れの犬と共に猿たち、あ、犬猿の仲か、うん、あ、そうなんだ。へぇ、浮世絵。結構有名なあれなんですかね。歌川国吉。やべえ、漢字読めねえ。またごろ。歌舞伎役者。ちょっと見てみたいですね、そういう。いや、あの部屋には合わねえだろ。男あげてどうすんだよ。こんなに可愛いの、うん、まあそうだな、それはちょっと打ち解けてね。ヘリコプターすげえな。モンザル、ドラゴンボールのイメージが出てくる。未確認生物はいいっすよね。お、超いっぺきた。ビッグフット、イエティ。ヒバー山連峰。あ、ヒバゴンか。ヒバゴンといえばやっぱ48カッコ仮なんですけど。機会があればいずれやりたいんですけど。場合によっちゃなんか、PS2 本体がぶっ壊れるらしいから、それちょっと怖くてできないんだよな。あ、ちょっと今すごいこと言った。ヒバゴンの名前をこのゲームで見るとはな。てか意識してたのかな、やっぱ。うん、ジャンル的にはまあ同じだからな。え、マジで。お、びっくりした。まあそうだよな、訓練もまともにしてない人たちにいきなりはな。やりたかったんだ。お互い確かに独特だから。うん、それっぽい、すごくそれっぽいですね。大猿か。うん、ヘリか。まあ、こっから先は行けないんだろうな。うん、獣道、柔道、ああ、あとは頑張ってのっていう。帰りどうするんだろうな、そういえば。まあ、手配してくれるか、さすがに。おお、めっちゃそれっぽい。はぁ、おい、俺適当に言ったんだけど、マジで。この鋭い眼光は。ちょっと鳥肌立った。お久しぶりじゃないですか。え？ちょっと待って、ゆかちゃん？違うのかな？わ、やべえ。まさかのクロスオーバー。いや、前作からしてるっちゃしてるんだけど。
ほんと一気に旧キャラが出てくると先生。まあ、ソスイネさんは、ね、民族学の。で、やっぱ渋いなぁ。俺一番好きなんですよ、スイネさん、このシリーズで。超嬉しい。いや、俺本当に知らなかったんですよ。いや、なんかこういう、なんか伝承とかだと、なんか、スイネさん思い出すなと思っただけなんで。あんまり否定しすぎると逆に怪しいか、うん、どういうあれで来てたんだろう、うん、ある人ってのがやっぱスイネさんだったのか。かっこいい。スイネさんちょっと初めの一歩の沢村っぽくなってないか。もともと眼光鋭いかな。スーの立ち絵超好きだったっす、うん、セナ君的にもこいつはただものじゃねえと思ってるから、うん、両面スクール。ここであれかな、ユーカさんと、そうそうそう、キジニっていうあれでお前かみたいになるのかな。大人っぽくなったなぁ、ゆうかちゃんも。一作目が懐かしいわ。うん。違うんだ。うん。ん？ギノマヌキ。これから参加することになっている。下のお名前セナ、サキ。おお、下の名前でフレンドリーな。相変わらずだ。アイゼン、アイゼング。あー今ドンピシャだったな。うんうんうん、アイシング。サキちゃんは鋭いのよ、こういうとこで。でもまあねえ、相棒がまさかそんなっていうあれもあるんだろうけど。うん。相手の懐に入り込む。さすがだ、したたかですね。間違いない。楽しそう。うん、そうそうそう。相川つむぎ、ん？地理大学の大学院生。この子はあれだよ、旧キャラじゃないよ。かわいい。キリサキスイメン、名前クソかっけー。
隅野大学。うん。間宮優香。ここであれなんかピンとくるのかな。うん。肩書き。オカルト専門ジャーナリスト。ああ、ちゃんとそこは。あえてよかったですね。いやーでも、まさかこういう系のゲームでね、そう本部長がギリギリなのかなと思ったから。まさかのクロスオーバー。ちょっとやばい、めっちゃテンション上がってる今。うん。謎を聞いてみます。平戸鉱山。うん。伝説の両面スコア。うん。発掘現場。うん。そうか、まあそうだよ、ね、まあヘリからそのまま来たからな。うん。あ、特殊お客様窓口。うん、これはパスカル。まあ、うん。お、うまい。うん。TPO。国木田先生。うん。東南か。あ、まあそうだよな。うん。ああ。怖いよな、確かに。ん？大丈夫ではないらしい。ダメだったー。廃校か。まあ、手つけらんねえよな。全部が全部ってわけにはいかないよな、さすがに。危険か。うまあ、あってもおかしくは、大きな事故はなかった。あうん、崩れやすい場所によりけりか。うん、なるほど。その辺はさすがに。
ちょっとあんまりパッとしない。この場所はたくさん土を溶かす必要があるけど、温石なら、あ、なるほど、そういうことが言いたかったのか。ああ、なるほどね。うん。あ、ちょっと俺好きそう。ちょっときつそうな。30代半ばぐらい。超好きかもしれん。なるほど、ね。こだわりが、まるで違う。堤先生。ああ、バサッといったな。堤あかり、あれであかりなんだな。なるほど。ジャーナリスト。この人はまあそうだろうな、鬱陶しげな、窃盗。そんなやべから棒にちょっと蹴押されてんじゃん、瀬名くん。俺好きなんだよな、そういうキャラ。ドキ編の仕分け、自分で言うのか。島津さん、うへー、八重樫くん、男の子なのかな。そうだね、結構いろんな人にひそひそ言われてそう。足元転んだりしたら大変だしな。エンクさん、なにエンクさん、江戸時代のお坊さん。へえ。旅してもらって困ってる人たちのためにその土地抜きで、はあ、そんな人が12万体。そいつはすげえや。千光寺、すごい。エンク、ああ書くのか。エンクさん、へえ。エンクさん風。あー、いろんなもん多分かじってるだろうから。郷土愛、そうだよね。円空仏、円空菩薩、なんかすごい強そうだな。
北海道から奈良、すごいな。最近なんだ、昭和の俺、本当に最近だ。うん、あー川遊び、あーなるほど、それは薪、まあそんなもんなんかな。あーまあ確かにそうか、天空風呂、ちゃんとあるんだ。難しいとこですね。うん、まあ役には立ってるか、本来の。でもまあ、座禅、手には斧を持っている、顔が2つある、顔が、あ、これが、え、そういうこと、両面スクナ像のレプリカ。あ、何、保管して、あ、そうなんだ。すごいな、本当に好きなんだな。ん？お、2ブロック。この人がさっき言ってた。すごいな、25リットルっつったら結構な。レスリングとかやってんのかな。八重樫くん、うん、学生にはあまり受けが、あー、はあ、なんかいろいろあるのかな。八重樫校4年生強そう、がっちりしてますね。うん、ハッケ、うん、穴掘りと土運び、あ、まあそうなっちゃうんだろうな。かわいい。お、島津さん、あ、島津文彦51歳、自営業、確かに。お役人。ああ、税金、まあまあ、そうか。まあ、そういう人もいるか。アドベンチャー。まあ。アドベンチャー、話変わってくるかな。マルサ、お、反応、まあそういう反応になるか。例の件、早くそれを教えてほしいですけどね。出てきたってことなんだろうけど、うん、うん、ボランティア、あー、自衛、ベテランの人なのかな。
なるほどね。プロジェクト。うん。7人中の誰か。あれないな。あ、めっちゃある。何個あんの。あ、10個あんのか。よっしゃ、気合を入れていこう。両面宿儺。両面宿儺は、二能天皇の時代に、飛騨郡、現在の岐阜山中に住んでいたとされる鬼。身の丈3メートルを超す異様な見た目の巨人で、前後に二つの顔、四本の腕と足を持ち、また、かかとがなかったという。へえ、そういう、めっちゃでかいんだな。朝廷の命令に背き、刀と弓矢を振るって民から略奪を働いていたが、仁徳天皇に派遣された竹振る熊の御事に退治されたとされる。ああ。妖術の恐ろしい化け物のような容姿は、都の人々に異民族として畏怖されていたとことの煽られかもしれない。ほーん。上記は日本書紀にある記述だが、地元である岐阜の地ではまた違った伝承が残されている。悪しき鬼や竜を討伐したなど、内容こそ様々だが、いずれも英雄とみなされているのだ。これら記述からは、侵略を行おうとする朝廷から人々を守ろうとしたリーダーという姿も浮かび上がる。へえ、悪いあれじゃない説もあるのか。3メートルなんかめっちゃでかいんだな。猿神。猿神は猿の化身である妖怪。元は太陽神である日吉神の使いとして信仰の対象であったが、徐々にその神聖は失われ、人々を脅かす妖怪となった。慕われてた感じなのか。今昔物語集によると、中世紀に山の神として君臨した身の丈2メートルはあるかという大猿。配下の100匹の猿を引き連れて人々を苦しめ、若い娘を生贄に求めた。ある時、若い漁師が現れてお供の犬と生贄の代わりとなり、悪い猿どもを退治したという物語である。まあちょっと出てましたよね。また、長生きして妖力を得た猿の妖怪、ヒッヒと同一視する趣もある。このヒヒに関する伝承で有名なものでは、早太郎あるいは疾平太郎があるが、筋書きは上述のものとよく似ている。このような猿神退治の話は各地に存在し、多くの場合に犬が活躍するのも共通のようだ。あ、早太郎か。メガテン5にいた早太郎さんはここからなのかな。そうか、犬が活躍。まあ、個人的には狼が好きなんで、アマテラスが出てくるんですけど。ビッグフット、来ましたね。ビッグフットは、ユーマ、未確認生物の一種で、アメリカ合衆国のロッキー山脈等で目撃されている。姿を捉えた有名な写真もあるため、ネス湖のネッシーと並んで最も知名度のある部類のユーマではないだろうか。有名だよね。毛深く大柄な猿のような巨人であり、その名の通り40センチを超える大きな足音を残している。類人猿の生き残りといった主張もあり、様々な目撃証言のほか、音声や写真も存在するが、いずれも決定的とは言えず、単に灰色グマを誤認しただけという意見もある。サスカッチという別称もあり、
これは先住民たちの間でその呼称で、彼らは野山の精霊として崇めている。ああ、ヴァンパイアハンターとかのカッチは、そっか、ビッグウッドってサスカッチなんだ。別称があったんですね。なんかよくフェイクとか被り物とかっていう、そう、なんか被り物というか、まあ着ぐるみとかか、なんか動きでさ分かっちゃうみたいですね。イエティ、ユーマの一種である雪男、チベットのヒマラヤ山脈でよく目撃されている。それら証言によると大きさはビッグフットほどではないようだが、二足歩行をするケムクジャラの大猿というイメージは一致している。以前より登山家たちの間、大きな足跡を見つけられていたが、1951年に足跡の画像が撮影されたことで一躍有名になり、その後は目撃証言も出始めた。ビッグフットと同様に熊を見間違えた説、類人猿の生き残り説など推論が出ているが、いずれも決定的ではなく、今日でもオカルト好きの想像をかきたてている。現地ではインド神話の鬼神ラクシャーサと同一視されているようで、昔から伝説的な存在として維持されているようだ。え、ラクシャーサってそうなんだ。これまたちょっとあのメガテンをよくやるんで、あの甲冑のあの戦士みたいなイメージがあったんですけど、イエティ、少年アシュベを思い出しますね。ヒバゴン来ましたな。ヒバゴンは日本で目撃されたユーマの一種、由来は中国山地のヒバ山で発見されたため、1970年代のオカルトブームも相まってマスメディアも大きく報道したために、見つけ出そうとする人々が殺到、目撃証言も相次いだが、決定的な証拠のないまま、やがてブームも収束していった。その後すっかり音沙汰のなくなってしまったヒバゴンだが、まだ消え去ってはいなかった。出没した現地の西条では様々なグッズや農作物、土産品にその名を残し、ご当地キャラのような盛り上げに一役買っているのだ。ある意味形を成した都市伝説とも言えるのかもしれない。まあこれ結構ホラゲーとかやってる人なら、まあ、有名なあの48カッコカリっていうのがあるんですけども、それに出てくるあの、ま、なかなかちょっと面白いエンディングとかお話の一つですね。そっか、なんかゆるキャラみたいなのできそうですけどね、ヒバゴン使って。墨野大学は東京都内の私立大学。明治時代に宝石業で財を成した墨野道隆が、日本人に必要なのは豊かな文化だとして大学を創立した。学部は文学部、社会学部、文化人類学部の3つ。全体の生徒数は1000人程度である。残念ながら学力ランクは低く、いわゆる三流大学に分類されている。ああそうなのか。文化とは多様性であるという墨野氏の思想を受け継ぐ学内の雰囲気は、よく言えば自由、悪く言えば無軌道。授業を受け持つ講師も教授も自分の語りたいことを語り、教えたいことを教えるので、時に世間の常識から逸脱したとんでもな言説が飛び交うことも少なくない。ああでもちょっと一回ちょっと受けてみたいな。だが文化人類学部都市文化研究室の桐崎清明教授をはじめとした世界的に注目される民族学研究者が活躍できるのは、この自由な空気のおかげかもしれない。ああちょっと今実在するのかと思っちゃったけどえ、桐崎水明って実在する？さすがにか。なんかもうモデルになるなんかあるのかな。埴輪ですね。そう、漢字で書くとね、埴輪は
古墳時代に製造された土器の総称。古墳の周囲に並べたり、儀礼的な用途に用いられたとされ、多くは古墳の出土とともに発見される、うん、馬や兵士などの人型を模した埴輪が馴染み深いが、これらは継承埴輪と呼ばれるもので、その持ち物や様相から当時の生活を伺い知れるという意味でも貴重である。継承埴輪の中には両目と口を丸い穴が表現し、両手を上下に折り曲げて、どことなくユーモラスな外見の通称踊る埴輪と呼ばれるものが有名である。これらは継承のデフォルメ具合が絶妙で、多くの土産品やグッズが制作されるのも頷ける。うん、かわいいですよね。他に円筒埴輪と呼ばれるものがあり、こちらは文字通りに土管のような形状をしており、墳丘をぐるりと囲うように配置される。現在でも大きな古墳史跡に赴くと、レプリカではあるものの再現した様子を見ることができ、多くの埴輪が一列に並ぶ様はなかなか壮観だ。割と俺の地元の近くもね、結構埴輪が、あれですね。そう。あんまり言い過ぎちゃったあれだけど、結構ゆかりのある地がありますね。エンクさんは江戸時代の僧侶円空が作成した仏像の総称。円空は庶民救済のため諸国を旅しながら12万体の仏像を作る誓願を立てた。その誓いの通り、大きなものから小さなものまでおびただしい数の木彫りの仏像を作成した。逗留する寺院を訪れた人々に送るなどして多数散逸したが、それでも5000体以上の円空仏が現存している。仏像といえば、手の形や座り方、装飾の形など細かく決められているものだが、円空はこれを大胆に象徴化、独特の作風で仏の姿を形作った。仁王像などは本来憤怒の表情をしているはずの仏さえ、ユーモラスで優しい表情をしている。円空の出身地である岐阜では、その温かみのある作風に親しみを込めて円空さんと呼んでいるのである。なんかいいですよ、そのやっぱ地元民とかにすごい愛されそうなデザインですよね。ツタンカーメン、これまた有名な。ツタンカーメンは古代エジプトの君主であるファラオの一人。若くして即位し死去した少年王として有名でありながら、未だ謎めいた部分も多い。その治世は長くはなかったが、反乱の鎮圧や遷都の成功という功績を残したことは判明している。死後後を継がせるべき子がなかったため、血統は途絶えてしまった。まあそっか、若かったから。そうだよな。彼の墓は歴代の王の眠る王家の谷で見つかったが、当時の墓は盗掘されてしまうことが多かった。しかしツタンカーメンの墓は後世に築かれた墓の影響で埋没した形になっていたため、墓荒らしに遭わず完全に近い形で残されており、黄金のマスクをはじめとする数々の黄金に彩られた副葬品が出土し、考古学者たちを狂気させた。また発掘関係者が次々に亡くなったことでファラオの呪いと騒がれたことでも有名だが、これら一連の事件には脚色が多く、都市伝説に近いものだとされている。まあそうだよな、結構まあその話題性というかね、そういうまあ、みんな好きだしな、そういうの。ファラオな、目が怖いよな。異物は過去の文明、人類が残してきた様々なものの総称。基本的には物品を指し、建築物といった不動産物は
以降に分類される。過去の人類が作り出したもの全てが含まれているために、生活用具、武具、衣類に書物、祭祀具など対象は多岐にわたるが、ただ古いだけで現在も使用されているものは異物としては扱われない。過去の異物という表現もあるが、こちらは時代遅れや古臭いなどのネガティブな意味合いが強い。確かにな、あんまいい言葉で使われないですよ。これら発掘された異物と遺構をもとに、活用されていた時代を測定し、当時の文明や社会の姿を明らかにしていく学問が考古学である。また異物として発見されたにもかかわらず、その時代にそぐわない文明レベルを持つものをオーパーツと呼ぶ。超古代文明を彷彿させるロマンあふれるものが多いが、調査の結果捏造品であることが判明したり、当時でも制作が可能という科学的説明がなされたものも多い。ちょっと前にね、オーパーツを調べたっていうか、解説動画をちょっと見たんですけど、そう、結構なんかその大半が解明できるみたいな。ナスカの地上絵とかね、なんだ、魚のなんか飛行機みたいなやつ、あれなんつうんだったっけな、あとクリスタルドクロみたいな。でもやっぱりロマンスのね、やっぱ夢があるからな。ああいうのを調べるとやっぱワクワクしますよね。といった感じで、今回はこの辺で、結構いっぱいあったんですけどもね、面白いあれですね、ファイルが多かったんで楽しみですね、今後も。 39%、 まあ4割近くかってことは、まだまだ見てないのいっぱいあるのか。